はい、どうも皆さんこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日もねまたテントをちょっと、ご紹介しようと思います。これね、僕アウトドア用品でコットを、買ったと思うんですけど、それと同じメーカーさんで、ムーン、なんていうかな、ちょっと メーカーさん名ね読めないんですけど、いつも同じメーカーさんですね。で今回は、そのメーカーさんからこちらの商品ね、ご提供いただいて、まあ、紹介ということでね、させていただこうと思います。まあ、ワンタッチテントね、僕も、この前に、ご紹介した分、まあ、バーンとねこう広げる分が初めてだったんですけど、今回ね2機種目ですね。こっちの方がちょっとサイズはちっちゃいんですけど、多分設営はねどうなのかな、今回のやつの方がまあ一般的な、まあ、ワンタッチテントの組み立て方式だと思いますんで、まあそこら辺もね、前の動画と合わせてまあ比較してね、まあこういうワンタッチテントを欲しいなと思っている場合は、検討材料にしていただけたらどうかなというふうに思います。じゃあね、実際組み立ての方をしていこうと思います。あ、まずね、入ってるもの、入ってるものといってもそんなにね多分ねないんですよ。外袋はね結構余裕がある感じです。大きさね、最後こうギリギリになってこうチャック締めにくいとかは多分あんまりなさそうなサイズです。で例によってね家で一回ねどんな感じで中身どんなんかなと思って入ってるのを確認したんですけど、まあ一回広げてみてそこからまた畳み込んでやってみてもこんな感じでね、結構まあ余裕がある外袋になってるので、まあそこら辺はね全然大丈夫だと思います。で思ったよりもかなり軽いね、かなり軽いです。じゃあ、中身のね入ってるものですけど、とりあえず、テント本体ね、テント本体でこちらの方はねもうこれ紐で縛ってるんですけど、この紐を、ほどくともう完全に展開する感じになりますね。で後でまたね、言いますけど、この紐ね、100均とかで売ってるこうなんていうの、梱包用のこう縛るベルトみたいなのがあるんですけど、多分ねそれを買った方がいい。まあ普通に手で縛るのでね、縛れないことはないんですけど、そっちの方がね多分ね楽だと思いますから、僕はね、それを買おうかなと思いました。実際ね、一回って言っても家でまともに開けてないですから、ちょっとね、開いてみて、まともにテントは組み立ててない状態ですけどね、出して閉じたような感じですけど、まあ、それだけでもそう思いました。テントで、あとはまあ、なんかこう、なんか案内みたいなのが入ってて、あとペグですね、何本入ってるのかな。ペグもねこれ簡単なペグなんで、どうなのかな、風が強く、まあ、強風の時にワンタッチテントってどのくらい耐えれるのか僕もあんまりよく分かってないんですけど、まあなんていうかな、ペグは心配だったらもうちょっとね、ちゃんとしたの買った方がいいかも分かんないです。本数はね2、4、6、8、10本入ってますペグ。であとはこれ多分ね中に貼るのかな、それか一番上にかぶせたりするのか、ちょっと組み立てていくときに多分貼る分だと思いますけど、これね、入ってるのはこれだけですね。では、今からねまた例によって、組み立ての方をしていこうと思います。はい、じゃあね、前もノーカットっていうか編集なしでね組み立ての時間とかもどのぐらいかかるか見てもらおうと思ってやったんで、今回もね同じようにやっていきます。じゃあ今から組み立てのをしていこうと思います。まず紐をね、ほどきます。でパタンとやって、このなんていうかな、折りたたみ傘みたいな感じですね、こうセンターのやつをこうやった状態でこういうふうに開いていく。今回これ初めてですからね僕ね。これでどうすんのかな、説明書きはねこの袋
の内側にこういうふうに、日本語で説明が書いてくれてるんで、これ見てやりましょう。とりあえず開いたので、真ん中に立ちポールをつかんで、これでいいのね。もうこれで端っこの このね、折り曲がってるやつをピンと伸ばしてあげれば、とりあえず自立は進めます。ほんで、もうこれで終わりか。これで終わりですね。で、さっき言ってたやつを、これ組み立て手順とかで言うと言うけど、なんか収納の仕方なのかな、なんか違うような気がする。これ上につけるやつ、これここでいいのかな。はい、終わりました。時間どのくらいかな。もう全然、スムーズに簡単にできてると思うんですけど、楽ですね。前にご紹介したやつよりはちょっとちっちゃくなるんですけど、今からね、中とか、そういったところを見てもらおうと思います。はい、どうも。そしたらね、テントの外観の方なんですけど、こんな感じです。このくらいで入ってるかな。ここ入り口ね、ここで、周りに窓がこう、全部ついてて、内側はまた見てもらいますけど、内側からね、ここからでもちょっと見るね、ファスナーでこう上げてね、窓は、当然閉めることが、できます。入り口のとこも、これメッシュ生地になってますけど、ここ窓でね、開けることができます。で、上につけたやつ、多分これでいいと思うんだけどな。これゴムになってるんですよ、ここがね。で、多分ここにつけるんだと思うんです。ここは多分、ロープね、貼るとこだと思うんで。で、これでこんな感じでなってます。特段、上もね、なんていうか、通気口があるわけではないんですけど、何かな、ああいう鉄の部品が錆びるからかな。まあ、こういう屋根っていうかね、上に貼るやつがついてます。まあ、こんな感じ、外観をね。で、もともとこうね、なんていうか、このロープね、今回何も貼ってませんけど、ペグは本当はここに打って、だペグね、ちゃんと打っていけばもっとピンとね、貼ると思うんですけど、まあ今回はね、とりあえず、すぐまた撤収もするんで、こんな感じです。じゃあ中の方ね、ちょっと見ていきましょうか。中はこんな感じで、こいつね、下になるから、あ、これでもこれついてるから、こう巻いて、ね、開けとくようにできますね。これ縛って。これ多分何箇所かついてるんですよ。2箇所か。結構ぐるぐるぐるっと巻き込んで、ね、両方止めてあげたらいいですね。で、感じとしてはあそこに小物入れ2箇所ね。で、窓がね、こんな感じかなり、だから夏場とかは涼しいんじゃないですかね。下もね、下が
どうなのかな、生地的なものはこれ実際使ってみないとわからないけど、ちょっと薄いような気もするけど、うん、まあテントね、まあ、とりあえずあのグラウンドシート多分またね、貼る人が多いと思うんで、まあ、特に下はあれかな。ちょっとそしたら三脚に立てて僕ちょっとここで寝てみますね。どのくらいのサイズ感かちょっと用意しますんでお待ちください。ではでは。はいどうも、そしたらね実際入って寝てみようと思います。あのパッと見た感じではねかなり、広そうな感じはしましたけど、あのちょっとね寝方ってどうするのかな、これこういうねなんていうかな、あのこういう形のタイプの僕テントって持ってなかったもんでね。みんなどうやって寝てるか、まあとりあえずサイズ感は一緒だから真ん中だったら、うん、手伸ばしても全然十分、ね、十分です。こんな感じだから、だけどこっち来る、あ、こっちでも十分かな一応。あ、まあ手伸ばして寝ることはないにしても、まあ僕がちなみに身長がだいたい180くらい、体重が100キロくらいあるので、僕くらいの体型でもとりあえず3人はまあいけそうな感じですね。3人くらいだから、まあ家族ね、例えば、嫁さんと子供1人くらいだったら十分いけると思うし、まあ体型がねあれですけど、まあ、もうちょっとね僕みたいな大柄じゃなくて小柄な人だったら、まあ、子供さん2人と、まあ、奥さんとみたいなね、感じでも、いけるくらいのサイズ感になりますかね、うん、ただまあの荷物とかねやっぱり置くので、僕のイメージとしては、まあ、荷物が多いからかな僕ね、あの大人2人と子供1人くらいがちょっとゆとりもあって、なんていうかな、まあ、いい感じに使えるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとじゃあカメラ中入れて中のね、感じちょっと見てもらいましょうか。はい、じゃあね、中の方見てもらいましょう。と言ってもね、さっきも説明したように物入れがそこにあるくらいで、窓もこうね、ここにあのなんていうの、このいつものね畳んで、ちょっと今ちゃんと仕掛けれないけど、これでねくるくるくるって巻いてあげて、ここでね、止めてあげるとこんなだらんとはならないんで、まあそのくらいじゃないかな。上ライトはね、これ室内用ランプ、ここにあの引っ掛けるところがあってくらいですかね。うん、これでも運動会とかそんなにはいいサイズ感なんじゃないのかな、ちょっと持っていて、まあテントが OK であればですけどね。はい、ということで特段ね機能的な面で説明するところはなさそうですね。はい、こんな感じです。じゃあちょっとねとりあえずかたすところね、どのくらいの時間でかたせるかっていうところも、見てもらえたらと思います。またね、早送りとかせずに、リアルな時間でね、ちょっと見ていただけたらと思います。ではでは。はいどうも、そしたらね今から片付けの方をしていこうと思います。まあ多分ねそんなに時間かからないと思うんでね、これ片付けは初めてですからね、今回ね。じゃあ行ってみます。
とりあえず上外しました。でここからの片仕方なんですけど、一応ねこの手順にのっとってやろうと思います。これをこれはねとりあえずこう両側に引っ張れと書いてあったんで、これこう折れんのか、これもどうなってこうか、あこうか、あなるほどなるほど、ここのね中のバーをねキュッと握って上に上げてあげると勝手にこう折れてくれるので、こうかね、うん、あいやあと空気を抜かないとダメだからちょっと出口は開けといてあげないとダメかな、あだから窓が開いてたのかな、入ってる時ね窓が結構全部開いてたんですよ、でなんでかなと思ってたけど、うん、こういう状態かな。でここねもう一段階折れるところがあるんで、これを内側に内側に、なんか折りたたみ傘みたいな感じね、でこれやるときにちょっと手前にこうなんていうか棒が刺さってるのをキュッと引っ張ってあげるとあの抜けますね、抜けるっていうか折りたためる感じですね。こんな感じで、であとはこれを全部棒を内側に、この間のやつはちょっとなんか本当に折りたたみが、空気を抜くのがポイントかな。一応ね窓は全部閉めたんですよ、だから空気がねちょっと抜けうまく抜けない、全部閉めちゃったから空気あの開けといた方がいいかもね。ほんでこれ畳み込んだらここをね紐で縛らなあかん、ここでさっきの紐ね、紐があら紐がない、どっか落ちたかな、はいすいません、ね紐がねどっか行っちゃった、あのちょっとねこの周辺ね枯れ草が多くてね、あの紐がどこにこのケースの中にちょっと入れてたんですけどね、あのどっかに落としてねちょっと後でまた見つけようと思いますけど、とりあえずこの状態で紐で、縛ってあげます、ギュッとね、でもうそれであとはこのケースに入れてあげるだけっていう感じですね。しまった紐がいきなりなくなっちゃった、だからやっぱり紐はねあのなんていうかなあの作業用っていうか荷造り用のなんかワンタッチでキュッとこう締めればね、あの締め込めるやつロープっていうかありますよね、
あんなんを買った方がいいと思います。ちょっとちゃんと紐で、本当はね、あれですよ、本当に折りたたみ傘みたいに、この余ったこういうね、なんていうの、布っていうか、テントのこの側をこう、なんていうか、こう折りたたみ傘しまうときみたいにやって、最後に紐で縛れば OK っていう感じなんですけど、まあとりあえずはしまえるけど、やっぱりちょっとかさばってるな。まあでも袋が結構ね、余分めに大きく作ってくれてるから全然入りました。で最後はここね、一応こういう風に止めて、ちょっとね、グッとこうし絞れるようにはなってます。はい、汗かいちゃったね。ということで、今やってみたんですけど、かなり、簡単には、折りたたみ、展開折りたたみがね、できるんで、キャンプもいいですし、運動会とかそういった時にも、使える、まあ、OK だったらね、テントがね、使えるくらいの感じになります。で夏場でも風通しがね、かなり窓が多いんで、風通しよく、使えると思うんで、まあ、ただ冬場になってくると、もしかしたらちょっとね、生地がね、薄いような気はしました。ただ全面メッシュとかではないので、なんていうかな、夏用テントってすごいメッシュばっかりになってて、まあなんていうかな、冬用のスカートみたいなのもね、出てなくて、ね、こう空気が入ってきちゃうんですけど、まあ、これは二重にもなってないんでね、まあ、どこまで寒さ耐えれるかどうか分かんないですけど、まあ、メッシュじゃないんで、とりあえず風はね、入ってこないと思うんで、秋口くらいまでだったら使えるんじゃないかなと思います。春くらいからね。はい。ということで、今日は、これ、なんていうかな、これ。わかんない。はい。ということで、ワンタッチ、収納のテントのご紹介でした。まあ、いろいろね、なんていうか、もう、内容がネタがね、コロコロコロ変わっちゃうんですけど、まあ、アウトドア用品、まあ、ドローン関係ね、中心で、まあ、ガジェット関係ね、中心でやってますんで、またご興味あれば、他のね、動画も見てください。そしたら今日はこの辺りで失礼します。さよなら。